さあセカンドステージ開幕の笛が今吹かれました。前半45分のスタートです。ナナミ、ラゴス、長いボールを出した。さあコーナーキックです。ファーサイドに行った三浦、バーッと来た、ゴール、静岡、いいタイミングで決めました。先制1対0。今のゴールシーン、キックオフされました。春どうぞ。さあボールを大きく出す。ゴールキックです。柱対下げます。スライディングを見せます。スローインです。中村俊輔、中田英寿、面白い、中央に返す、ダーッと来た、ゴール、追加点、突き放します。2対0。今のプレーです。キックオフです。カルドーゼ、ここはパスを出す。これはファール、レッドカード一発退場です。これはちょっと厳しいかな。辛い。コーナーキックとなります。競り勝った、ダーッと来た、ゴール、見事にゴールネットを揺らしました。キックオフされました。ナナミ、稲本純一、中田英寿、ホイッスルが鳴って前半が後半開始のキックオフです。吉原、森岡、ロングボール左へ、ボールを回していきます。来た、決まりました、ガンバ、見事な同点ゴールを決めました。キックオフされました。ナナミ、稲本純一、中田英寿、しかし木村さん、木場、この人の運動量相当なものなんですが、それでもスタミナ切れを見せないあの強さ、何でしょうか。あのスタミナを少しでも分けてもらいたいね。いや本当ですね。ファールです。あーっと、ここでイエローカード、ここはパスを出す。マグロン、エリア内でのファール、審判が PK を指示します。あ、レッドカードです。これはちょっと厳しいかな。辛い。
これはピンチです。バーって決まった。ガンバ終了の合図を目前にして決定打となる逆転ゴールを叩き込みました。キックオフされました。中村俊輔、中田英寿、ボールを回します。ここで試合終了。ご覧いただいた通り2対3でホルケ全くいいところがないまま敗北を喫した。